ごご視聴ありがとうございます。「風流太平記」その第56回第第編道開く第一章万三郎が泉屋の寮へ行った時綱はもう先に帰っていて恐ろしいような目で彼を睨んだ彼は綱が誤解していることを知りその弁明がしたかったので兄の部屋へ行く前に。 つかまえて強引に庭外れの方へ連れていったたったひと言ひと言でいいんです綱は拒んだが拒み通しはしなかった怒りと復讐の神そんな神があるとすればそんなような顔つきで黙って冷ややかについてきたお願いですからどうか私の言うことを素直に聞いてくださいさあどうぞあなたはつまり 何か考え違いをなすっていらっしゃるようですが、実際のところあれは何でもないんです。本当ですよ。本当にただ公約の張り替えをしていただけなんです。あの人には藤井という老女がついているはずですわね。ええ、ついています。どうしてその老女がしないで万三郎様がなさいますの。綱は冷静な声で言った。それも他のところならともかくあんなに胸を広げて、 親に見られても恥ずかしい胸などを広げてそれをまた万三郎様が大層ご熱心に待ってくださいつまりそそこに誤解があり理由があるんですよ私だって別に好んであんなことをしたわけじゃないんですでもまさか腕づくでさせられたわけでもございませんでしょ一つしっかり話しましょう万三郎は咳払いをした話せばわかるんだ原因はこの人にあるんだから 彼はそう思ったまさにその通りである綱さんよりも本当は私の方を好いているんだとかよに言われたのが事の始まりであったそしてもしもそうでないなら公約の張り替えをしてみろよろしいという結果になったのである要するにこの人が好きだという証拠を見せたんだからな彼としては堂々たるものなのであるがさてそれを話そうとした途端ぐっと 舌が詰まってしまったなぜあんなことをするようになったかといえばですその私がですねつまり彼は急に赤くなったあ,あなたと私とがいや私が長崎にいた時にですね私が長崎にいたことはご存知でしょうどうぞ続けてくださいましええ続けますもちろん彼の顔が汗ばんできた そのいいや長崎は問題じゃないんです九さんから手紙で「いやもっと話を走りましょう私は言ったんですよそんなことはないです」って私は私たちはもう何をおっしゃっているんです私にはおっしゃることがまるで分かりませんわそうでしょうか万三郎はため息をついたこれは口に出して言えることじゃない本当は加代よ,よりも綱が好きだ その証拠を見せるたためにしたことだなんてそんな話をいくら万三郎が単純な人間にもせよ男の口から言えることではなかった 2> 第2章それでおしまいですの綱は皮肉に言ったいやそうじゃない話はこれからなんですよしかしどうも考えてみるのにこれは私の口からは言えそうもないんですつまり弁解はできないとおっしゃるんですわね。 弁解じゃない。いい真実を言いたいんです。しかし私無理にお聞きしたくはございませんわ綱は冷ややかに微笑したあなたのお話がどうあろうと私の目で見たことに変わりはないと思いますどんなに攘理の立った弁明より私は自分の目で見た事実の方を信じますわそれが誤解のもとなんですがね万三郎はべそをかきながら言った人間の 目で見ることなんててが知れてます。誰が殴ったとか泣いたとか転んだとかそんなことはみんな上っ面の問題で真実なんか見えるもんじゃないんですからでは真実をおっしゃってくださいそれがあなたはそう軽く言うけれども真実というものはそうやすやすと口にできない場合もありますからね、はあそうでございますか綱はゆっくりとうなずいた。目で 見たものもの間違い口で言うこともできないそういたしますと万三郎様の真実とおっしゃるのはどう理解したらいいのでございますか万三郎はふっと言ったこうリ詰めにやられると普通の男ならムカムカするところである相手が好きな女であればあるほど怒りたくなるのが一般らしいが万三郎は並行するだけであった「この人は頭がいい」。 そう感心したたくらいであったそこを一つ分かっていただきたいんですが彼がそう言いかけた時裏の堀へ通ずる木戸が開いて九之助が入ってきた二人は庭外れにいたので入ってきた九之助はすぐに彼らを見つけ例の証分でいきなり大きな声で呼びかけた「そんなところで何をしているんだ三郎」。 おかえり遊ばせ綱はいそいそと綱之助のほうへ近寄っていった翔之助は弟に向かっていった「もう兄上に会ったのかそれがその今来たばかりなもんでこれからすぐ一緒に来い」「翔之助は顎をしゃくったすばらしい知らせがあるぞなんです」「万三郎は気が重かったかよに散々翻弄された上ギュッというほど綱に油を絞られ」 言いたいことも言えず誤解を誤解のまま残さなければならないそう思うとうんざりするほど気が塞いだしかし九之助が低い声で言った次の言葉を聞くと頭から水を浴びたようにはっと立ち止まって目を見張った「おい三郎中谷がやったぞ奇襲田辺で中谷が見事にやっつけたぞ」第三章 之助の部屋へ行くと久之助は座るのももどかしげに話し出したその日久之助は連絡する用があって深川の井池下屋敷へ行ったするとそこに中谷平馬からの手紙が来ていた運命は簡単で「発見始末完了」という具合に書いてあったおそらく久之助たちと同じように 貯蔵所かそれに類する場所を発見しそれをきれいに片付けたというのであろう、はあああの判事という少年がうまく会えたなその手紙を読みながら鉄之助が言ったどうかと思って案じていた多分ダメだろうと諦めていたんだがこれで見ると無事に会っているしこっちから言ってやった問題も調べ済みだったらしいな何を言ってやったんですか 万座風呂が聞いた。左近正源様頼興様のご同姓だだって中谷が言ったのは田辺でしょうだから使いを出したんだ九之助がそばで言ったよりお興様がお忍びで田辺へしばしば有料にいらっしゃるそういう密報があったんだ九さん知ってたんですか俺は兄上から聞いたんだなんだ万三郎は 口をへの字にしたずっとカバさんで一緒だったのに嫌に知ったようなことを言うからどうしたのかと思った俺が知ったふりをするってやめろ二人とも黙れ鉄之助が二人をにらんだ二人は黙った鉄之助は下打ちをしらに今度は手紙の後を目読して終わるとそれを万三郎に渡した判事がなあかわいそうに。 読みながら彼は首を振ったこちらでは久す助が長廷に聞い,ていた聞いていた「江戸屋敷の中心についてあいつどうしても口を割りませんか」「言わないどうやら知らないというのは事実らしいただ一つだけ新しいことを白状したなんです深川の猿料亭で月に2度ずつ」 日を決めてて会っていた人間があるそうだキ木家のものでしょうかそうかもしれない固く秘密が守られていたところを見るとどうか中でありながら屋敷の外で密会するということも不自然ではないしかし顔でわかるでしょう相手はいつも覆面しているということだ急之助はちょっと考えてそいつを押さえてみましょう俺もそう思う が、鉄之助が言いかけた時万三郎があれと頓強な声を上げた「これは何ですこれを読みましたか兄上甲斐の国にも貯蔵書があるというじゃありませんか静かにしないかしかしここにちゃんと書いてありますよ分かっている鉄之助がうなずいた九之助はうんざりしたような目で弟を見た鉄之助が言った」 甲府城の近郊に貯蔵所のあることはつい数日前に分かったのだが我々はそれより先にやらなければならないことがある第4章伺いましょう何をやるんですか万三郎は座り直したまず醸成の外境をよく頭に入れておいてもらおう鉄之助が言ったカバさんで 渡辺クランドが語っていたように情勢は大層味方に好転していたすなわち松平伊豆神が密かに各方面に運動し老中筆頭の松平定信若年寄りの安藤対馬神たまりの真面目の大久保加賀神板倉左近らを説得さらに水戸最匠春盛からも援助の確約を得た。 だが、幾度も記した通り問題が非常に重大であるからどんなことがあっても表沙汰にはできないあくまでも隠密のうちに処理しなければならないので以上の人々の助力も結局は捜査の便宜を図るという程度のことしか望めないのであったでは敵の方はどうか和歌山在場の左近正源頼興が今のところでは 当主らしいといととうことが分かった頼きは紀家七代の宗政の四男で現藩主春富の叔父にあたっているその時三十四歳になっていたが七年前からずっと和歌山に帰ったままで後編いろいろの表があった大層合法活達な人らしく江戸で何か乱暴なことをしたため 国元へ窒息をさせられたのだなどという噂もあった同情する向きでは彼が喜池を継ぐつもりだったといわれるというのが七代宗政の長男が重典といいこれが八代を継いだ九代はその子の春田であるが春田には女子ばかりで2人生まれた男子は創生したため重典の三男である春富つまり 春貞の弟が生死に治ったわけであったこの生死問題の時頼興は自分が押されるものと思った現に重範頼興にとっては長廷にあたるが重範がそういう公約を与えたとさえ言われるぐらいでもちろん真偽のほどはわからないけれども頼きはその点に相当強い希望を持っていたそれが期待外れになった。 もしこの話が真実とすればよりおきのあまりに奔放な性格が嫌われたのかもしれないそうしてその失望がさらに彼の性格に火をつけついには奇襲へ撤去させられるようなことになったものかとも思われるのであったそのような情勢とすればイスパニアと密敬してスザク事件という桁外れな陰謀を起としたことも ほぼうなずかれるるのであるがしかしそれは頼き一人で成しうることではないよりおきの合法不起な性格とその立場から来る不平不満とに乗じて頼きに取り入り頼きを先導してこの喜との当主にした人物がいるはずである確かに背景があるよりおきよりももっと直接にイスパニアと通調し全体の実権を握っている人間がいる。 個人であるかそれとも集合体であるかはわからないにしても背後に何者かのいることは疑う余地がないと思われた「これまで手を変え品を変え渡辺グランドを尋問してきた」と鉄之助は言った「だが彼が詳しいことを知らないというのは事実のようだ」「これまで彼は時々覆面したある人物と密会してその命令によって動いていたらしい」 そこでまずその覆面の人間に手がかりをつけてみたいと思う第五章わかりました万三郎が急いそしたお呼びになったのはつまり私にその人間を捕まえろというわけですねまあ落ち着け鉄之助は弟を制していった渡辺の口ぶりではその男は数うな位置にいる人間のようだ おそらくその料亭へ来る時には陰に護衛者がついているだろうそんなものの5人や10人うるさい落ち着いてよく聞けと言うんだはいよく聞きます万三郎がかしこまるのを見て鉄之助はちょっと下口をしそれから続けた護衛のあるなしにかかわらずできるならその男から情報を聞きたい捕まえるよりは 《そのの方がが敵の動きや内情わかるそう思わないかそう思います》そこで「渡辺は有機へ去って以来ずっと会わない」「カバさんの貯蔵所の壊滅したことは無論分かっているだろうし彼らの方では渡辺が死体の出ない以上連絡のあるのを待っているに違いない」「だからお前が渡辺の使いということになってその男に会ってみるのだ」 本来なら私の役なんだ」と九之助がそばから言った「三郎では不安心なんだが私は喜池の者に顔を知られているその男が喜池の人間だとするとぶち壊しになるからやむなくお前に対抗させるんだそう悔しがらなくってもいいですよ万三郎はこうやり返して調景を見た」「無論私はうまくやりますが 渡辺の使いだと言って相手を信じさせる方法があるんですかこれだと言って鉄之助は一本の脇差しをそこへ取り出した廃料の品と見えて目抜きに花が多いの門がある中身は来国としだから彼らの間では相当広く知られている品だと思うつまり証拠に使うんですねそしてこういう具合に言うんだ 之助はんで含めるように念を入れて口上を教えた渡辺はさんからうまく逃げ今は江戸へ来て浅草の裏町に隠れている花だらい地味につけ狙われているため自分は外へ出ることができないそれでこの物を使いにやるから必要なことがあったら今後はこの者に申しつけてもらいたいそう言うのであったわかりました 忘れてはならんぞ鉄之助は繰り返した渡辺がその男に会うのは月に2度11日と21日だ臨時に用のある時はその男から小田原菓しの下屋敷へ知らせてくる11日と21日は用の有無にかかわらずその料亭で会うこれが2人の間の規約だいいか向こうは疑ってかかるぞ 之助が開国を加えた。むやみに質問したりすると暴露するから初めはただ言うことを聞くだけにするんだよほど注意しないとあべこべにやられるぞ第6章私だってそのくらいのことは承知していますよ万三郎は九之助に言った「まああ九さんは黙って見ていてくださいどうかそう願いたい」之助が言った 俺だってお前がそれほどボンクラだとは思ってやしない相当なことができるとは信じているよただ一つ悪い癖があるんだ肝心なことだけやれば立派なんだがお前と来ると必ず余計なことにちょっかいを出すつまらないようなところで情にほだされて肝心なことをお留守にするそいつが三郎の何よりの欠点だわかってますよ本当にわかってもらいたいね今日だって 呼ばれてきたのにあんな庭の隅のところでもういいですよ万三郎は赤くなったあれは別なんだあれには訳があって Q さんは知らないだろうがいつもそれだいつもそれじゃないかいつも何か理由があって肝心のことをそっちのけにするそれが悪い癖だというんだそれは Q さんの誤解だよ万三郎は開き直った そう言うなら聞くけれども、これまでそのことで失敗した例がありますか小木亭の時だって、綱さんを助け出したのを余計なことだと言うけれど、結局はカバさんの焼き打ちに成功しているでしょう。観音谷の時だってそうだ。カヨをさらってきたのは余計かもしれないが、あの人を死なせたからって、別に焼き打ち以上の価値があるわけじゃない。 そんなに言われるほどバカな真似をしてはいないと思いますがねもういいやめろ鉄之助が苦い顔をした九之助は注意をしているんだ前が弔弁をすることはない三郎には確かにそういう欠点があるしこれまでうまくいったからといって今後もうまくいくとは限らない九之助はそこを言っているんだええそれは分かってます か安三郎は「はい」と大きな声で言ったそして渡辺グランドの脇差しを袋に入れて持ち兄たちの前を立ったつまらないもんだ彼は玄関の方へ出ながらいまいましそうにつぶやいた三男坊になんか生まれてくるものじゃない全然頭ごなしなんだから。 いつかひとつガーンと Q のやつをぶん殴ってやりたいもんだ廊下の曲がり角でぱったり綱と行き合った彼は慌てて独り言をやめニコニコと愛想笑いをした今帰るところです綱は黙っていたこれからちょっと一働きやるんですよ深川の方面なんですがねこのいや先ほどは失礼しましたあは 冷たた。い目で見上げた何がですかというような目つきである彼はドギマギし頭をかきながらお辞儀をした「すみません用があったら弁明に来ますあの誤解だけは解いてもらいたいですからね何でもないことなんですからではまた綱は黙って行ってしまった万三郎はべそをかいたような顔でしおしおと玄関の方へ去った」 第23編「わらびめし第1章」「ぼたん色の素晴らしく美しい雲が頭上から西の空へかけて広がっていた」「黄昏の町がその夕焼け雲のために一時華やかに明るく家も人も影をなくして無限的な景色を表していた」お地図は 英太一門前町の裏菓子を歩いていた姉さんの松吉が船うという船宿へ出ているが須崎の松屋という料理茶屋から座敷がかかってきたので今着替えを持って知らせに行くところであった堀の水もボタン色に染まっていた暮れ方の習いで菓子の道には子供たちが集まって騒いでいた一日の終わりを惜しむように ががやがや駆け回ったり幼い歌を歌ったりわめき合ったりしていた「私もこんな風に遊んだんだわね」落ちずはふとつぶやいた母や弟が生きていた頃の自分の姿が目に浮かぶようであったそして遠い風の音のように自分たちがよく歌った「マリウタの文句が記憶の中からよみがえってきた「向こう山で」 く鳥は「じいじい鳥かみい鳥か圓三郎の土産何をかにをもらって金刺しかん刺しもらって」暗くなってゆく町裏の草原に立ってぼんやり空を眺めているようなまびしい自分の姿が思い出され物悲しく 「そしして懐かしい気分に浸されたそんな気分になっていたので気がつかなかったのだろう」「ほれ!」という驚きの声を聞いてひょいっと見るとすぐ前に2人の男が立っていた薄汚いごろつき風で1人は巨漢1人は痩せて小さな男であった「さあこの山猫見つけたぞ」 チビのほう、つまりヘチューが言った。巨漢は言うまでもなく、スモークズレのミシマである。こんなところにやがったのか。やがったのか。と、ミシマがだらしのない舌付つきで言った。この山猫ねこめ。こんなところにやがって。ふてやまら。と、どうしたんらバーに綺麗になったらねえか。そうだ。 いい着物を着て髪なんぞ言いやがってすっかり見ちげえちゃったぞ。すっかり見ちげるほど綺麗になりやがった。おまけにもうちゃんとした娘じゃねえか。娘ら、娘盛りら。何か目つるでも捕まえやがったな。いや、そんなこっちゃねえ。そんな褒めてるような場合じゃねえぞ。ヘジューは腕まくりぼした。しかし。 蚊のすねのように細くて干からびた貧弱な腕だから腕まくりをしても勇ましくは見えなかったやい山猫あの時はひどい目に遭わしてくれたなそれはこっちの言うことだよ落ちずは鼻で笑った大の男が2人がかりであたしを手ごめんにしようとしたじゃないかひどい目にあったのはあたしの方だよ何よこのその てめえなんぞ知らねえからそんな大きな口を聞くんだろうが、あの時三島の兄はまた目がくらんじまったんだぞ。まるで目くらも同様て有様になっちまったんだぞ。そうだとも、まったくらんぞ。2> 第二章、落ちずはぷっと失笑した。笑い事じゃねえぞ。とんでもねえ甘っ子だ。笑うどころの話か。俺からこっち五十日も読むおめえ。 さまのおきへ通ったんだぜそらども五0日の夜もコックりさまのおきへ通ったら何のためにさおちつが言った何のためだってチュッとへちゅうが口を尖らせた何のためだってやがらふん冗談じゃねえとぼけるなってんだお前がまた三島の兄の頭をどやしつけたから殴ったのはハンちゃんだよハンコを おうそうか殴ったのはハンちゃんさんあたいなら頭を叩きつぶしてやったんだ何だってあたいなら丸太で叩きつぶしてアニビシオの方にしてやったって言うんだハンちゃんはおとなしいから命が助かったのさ俺でも言いたいっていうのかいこのアマ大口を叩きあって畜生よくも抜かしやがったなはいよく聞けよとヘジュはまた腕まくりをした おかげで兄はまた目が見えなくなる。花杉からこの深川のコックりさままで五十日の夜もお急に通ったんださあラとも五十日の夜もそのご利益でようやく見えるようになったが五十日用の日当とコックりさまへ払った領事代はどうしてくれるさあこれをどうしてくれるかヒントをしろさあラこれをどうしてくれるんだやかましいね落ちずは鼻で笑った ニットをや竜打体が欲しかったらバンタにでも訴えて出たらどうだい恐れながら落ちず姉さんを手ごめにしようとして殴られてこんなことになりましたってさそうすればきっとたんまりニットをくださるだろうよなんだとこのまま泣いてくれってんだ私は用のある体なんだよどうしたんだ後ろで声がした落ちずが振り返ると若い侍が立っていた花田万三郎であった 二人はもちろんお互いを知らない万三郎は兄から言いつかって覆面の武士に会うため料亭益谷へ行く途中そこへ通りかかったのである「やうおめえたちか」と万三郎は三島と平次を見て驚いていった「確かゴムア兄とかいう男の子分だったなそうだろうえ、え、それそらあの忘れたのか いつか新鮮座のぶっかけの前で俺に因縁をつけて喧嘩になったことがあるだろううん姿が変わったからわからないかもしれないそれよく見ろ俺はあの時の拾い屋だあっええねごめんなさいヘジューは青くなったそして三島の手を引いてペコペコと頭を下げながらわけのわからないわびごとを言い逃げ出した あの男たちが何か悪さでもしたのか彼は落地図へ振り返った第三章いい,えいいんです落地図は首を振りながら懐かしそうに万座風呂を見上げたつまらない文句をつけただけでもっとうるさくしたらまめこべにやっつけてやろうと思ってたんですほうそいつは強いなそれよりかあの落地図は恥ずかしそうに微笑した私 あなたをを知っています私をかぶっかけの前のことをおっしゃったので気がついたんですけどはあはあするとあれを見ていたんだなええそしてその後はんちゃんと二人で山内の和光までつけて行きました和光まではんちゃんが深川のお屋敷へ知らせに行き私は残って見張りをしていましたへえそれはどうも万三郎は そときのことを思い出しあらためて落ちずをみなぼしたそれは奇遇だよく覚えているよおかげであぶないところをたすかったおれをいうひまもなかったがではおまえがええちいこうですそうだハンジとちいこうと聞いたっけ本当は落ち図っています落ち図はほうをわからめたそれでいまはどこでなにをしているんだ はんちゃんが紀州へ行っちゃいましてからいろいろなことがありました随分つらいことがありましたけれど今はもういいんですおちずは簡単に現在の身の上を語ったそういうわけでこれから姉さんのところへこれを届けに行きますからゆっくり話してはいられないんですけれどはんちゃんの様子はまだわからないでしょうかいや半次は,は無事だよ万三郎は涙ぐんだ こんな小さな子供たちにまで苦労させるなんて実に兄貴たちは不人情なことをするもんだそう思うと意地らしくなってたまらなくなるのであった紀州から手紙が来て判事はうまく中谷というものに出会ったそうだもう用事も終わったようだから間もなく帰ってくるだろうと思う、まああよかったそれで安心しました いろろい苦労させてつまなかったなええ、そんなことお地図は強く首を振ったにわかに顔色が明るくなり目も生き生きと輝いた私たちなんてろくなお役にも立たなかったんですからただあんちゃんが無事で近いうちに帰ると分かればそれでもう何にも言うことはありません私も今日は用があるのでこれで別れなければならないがうちは中町だと言ったね ええ、中町で「福島屋」って言えばわかりますわかったいずれみんなと相談してなんとか身の振り方を考えるとしよう決して悪いようにはしないからない,いえそんな心配はいりませんあんちゃんさえ帰れば私たちちゃんとやっていく段取りがついているんですからお地図は勇ましく言ったではどうもありがとうございましたあんちゃんのことよろしくお願いいたします 第四章深川須崎の増屋は江戸における料理茶屋の開祖と言われてしばしば貴人心尚の遊園に使われる繁盛な店であった須崎弁天に面した堀沿いの広大な構えで総二階の全備を尽くしたも屋に大小三十余りの座敷があり他に別棟のき屋が三棟と 庭の一部には、まりばが設けてあった。目指す相手と会う不調は、西のすきやというのであった。万三郎がそれを言うと、玄関へ出迎えた。中年の女中頭と見える女が、ちょっと不審そうな目で見上げた。私は代理なんだ。気がついて、万三郎が言った。それはどうも失礼いたしました。女はすぐにえしゃくぼした。では。 ご案内をいたしますかららどうぞこちらへ万三郎は女の後からついていった広い廊下を2度曲がると玄関の式台のようなところがありそこから草履を履いて庭へ降りた「これは壮大なもんだな」万三郎は少なからず驚いた素晴らしく天井が高い太い柱も厚いがっちりとした床板も顔が映るほどよく 吹き込んであり障子や襖なども重々しく落ち着いてちょっと大名の御殿といった感じであったただ飲み食いをするだけなのにこんな贅沢な家を建てるなんてバカなものだ彼はそう思ったこんな家で宴会なんぞやったらさぞ高いものにつくことだろうが待てよもしかして感情が足りなかったら困るぞ彼は。 兄からら金1枚だけもらってきた当時金一枚持っていればそれで不足な時でも侍としては恥ではなかったしかしその料亭の豪華な結行を見てアンザブ三郎はにわかに不安になったのであるたぶん相手が払うんだろう向こうの方が上役なんだからまさかこっちにおんぶすることもないだろうがそれにしても万一ということがあるからな。 兄貴のやつケチなことをしないでもう23枚くれておけばいいのに」などと腹の中で下渕をした「とにかく思いやりというものがないんだ」「はい何でございますか?」つい知らず言った独り言を聞きつけられ万三郎はどぎまぎして頭をかいた「いや何別にこっちのことです」女はふっっと笑った 万三郎の孫ついた様子が子供めいていておかしかったらしい好意の表れた笑い方でスキヤの一棟へ案内した「どうぞここでしばらく」そう言って女は去ったスキヤは深い木立ちに囲まれていた彼の通されたのは炉の切ってある部屋で無風流な彼にはわからないが火のない炉に たたような茶釜がかかってい天井は網代というのだろう壁は砂ずりだし何かの消息の残血で裾張りがしてあるがこれも彼の目には書き損じの保護にしか見えなかった壁が古くなって剥げたのでごごっかみで繕ったんだろう軽蔑したたようにつぶやいた向こうの広大な建物に比べて こいつはまた恐ろしく古ぼけた薄汚い造作じゃないかこっちまで金が回らなかったのかな第五章間もなく若い女中が二人で茶と菓子を運んでき安んに火を入れて去ったただいますぐお見えになりますから女中の一人がそう言ったがそれっきり小半時も待たされた口で小半時と言うけれども 一人で一時間もぽつねんと待つのは楽ではない囲んでいる木立の彼方には母屋の二階の火が見えでにゲンの声も聞こえ始めた「どうしたんだ一体冗談じゃない腹が減ってきたぞ」「菓子もきれいに食べ茶も飲んでしまった浅ましい話ではあるが一度空腹感に気づくと それを待ってでもいたように腹が鳴り出した「などというのであるおいよさないかみっともない彼は自分の腹部に行った相手が来て聞かれたらどうする俺たち一頭の地軸じゃないか少しは辛抱しろ <laughs> こいつは呆れたもんだアンザブ三郎はふっと目を上げた。 木立の中をこっちへ提灯の光が近づいてきた「来たな!」と彼は座り直し左に置いてあった刀を右側へ少し離して置き直した玄関へは行かず壺庭から濡れ園の先へ一人の武士が近寄ってきたどっしりと肥えた七寸余りもある堂々たる体で黒い衣服に島の袴を履き のし聞いたとおり目だけ出した覆面でぬれ縁のところまで来るとしばらくじっとこちらを見た「これは相当な人物だぞ」。そう思いながら万三郎も静かに見返していた覆面の武士が手を振ると提灯を持っていた若い女中が会釈をして去っていった。 武士は悠然とした動作で濡れ縁に上がり、部屋へ入ってきた。その動作の一つ一つが、尺で測るかのようにきっぱりとして、半歩の迷いもなく、床を背にして座った。万座風呂は相手が座るまで黙っていた。それからやはり黙ったままで、袋に入れて持ってきたクランドの脇差しをそこへ差し出した。当人の来られない理由は、相手がいた 洋局でもやるような陰の深いきれいな声であった万三郎は相手の目を見たまま静かに答えた敵の監視が厳しい上にかばさんで手傷を負いましてしばらく動くことができないのですその方は彼とどういう関わりがあるのか渡辺さんが江戸へ帰る途中で会いそのまま浅草の裏に 家を借りて一緒に住んでいます申し遅れましたが私は日立の国石岡財の豪氏の次男でいや名を言うには及ばない相手は首を振りそれからおもむろに脇差しを袋から出した鞘からつば目抜きと見て行き鞘を払って中身を改めた刀を見る作法などは知らぬかのようにごく無造作に見て 元のように収めるとそれを下に置きながら言った「わらびめしを食べるか」第6「第六章そうでなくっても駄目だったろうがこっちは空腹なので何の疑う余地もなかった」「わらびめし」と聞くなり思わずニコリとしたそうしてまたしても腹が鳴り出すのでそれをごまかすために高い声で言った「結構でございますな。 わらび飯というのはまだ聞いたこともなしもちろん食べたこともありません想像するだけでもうまそうですがやはりどこか田舎の方のお名物でございますか多分そうであろう相手もニヤッと笑ったようであった覆面しているのでよくわからないがその目つきが笑ったように見えたでは食べながら話すとしよう相手はこう言ってブランドの脇出しを持って立とうとした いや、それでは恐縮です万三郎もすぐ立とうとした申しつけるのなら私が行ってまいりますからどうぞ何他に用もあるのだ相手は気軽に庭へ降りたでは提灯を万三郎がそう言ったけれど今度は返事もせずに相手は暗い木立を抜けて去っていった少し変だな。相手の、 足音が聞こえなくなった途端に万三郎はふとそう思った「別に変なことはないさ食事時だから食べながら話をする世間一般どこでもやってるじゃないか」自分にそう言ってみたしかしやっぱり不審であったクランドと会うのは重要な要件があるからでもし食事をするなら終わってからでもいいわけである それに見たところ相当な身分のものと思われる人物が自分で支度を命じに行くというのはおかしい彼は不安になり落ち着かない目つきで素早く周囲を見回したそうだことによるとわらび飯というのが何かの不調だったかもしれないぞうんわらびなんてものが飯に炊き込めるかどうかおそらくぐちゃぐちゃのぬるぬるになっちまうだろう こいつはおかしい。万三郎は右側に置いた刀を取った。もしそうだとすれば。と彼は心の中で思った。人のことを飯で引っ掛けるなんて卑劣だぞ。しかもこんなに腹の減っている時にさ。突然ピュッと何かが万三郎の方をかすめ、後ろの壁でフシッという音がした。まったくの不意打ちである。首をすくめながら振り返ると。 壁に一本の矢が突っ立ってまだブルブルと震えていた弓だ彼はちょっと足がすくんだそこへ二の矢三の矢と続けざまに矢が飛んできたピュッピュッ万三郎はカッとなり刀を持って左へ玄関の方へ安んを蹴倒しながら跳躍したカッとなった頭の中で急之助の怒った声が聞こえたまたか三郎またか 第七章安ドンを蹴倒したので隙屋の中は暗くなっただが敵には敵の用意があった矢は壺庭の方から来たので彼は水屋から裏へ飛び出したがすぐ目の前へ松明を持ったのが三人つやりの方をギラギラさせたのが五六人バラバラと押し詰めてきた。行けない 彼は刀を抜きながら引き返し玄関へ出てみたそっちも同じことであったいつもそんなに用心しているのか何十という松明がぐるっと並び抜刀やすやりを持ったのがまるでこのすき家を囲んで人垣を作ってきた「これは失敗だ大失敗だ」彼は玄関へ戻った「神妙にしろ刀を捨てろ!」庭の方かから呼びかけた。 もう逃れる道はない神妙にしないと居殺すぞ卑怯者万三郎は怒鳴り返したたった一人の俺をそれほどの人数でなければやれないのかさっきの男を出せあの覆面をした男はどこにいるやかましい刀を捨てろ万三郎は柱を盾に取っていたしかし相手は人数が多い 問答ををしているうちに隙を見つけたのだろう脇の方から突然ピュッと矢が飛んできて彼の肩先を射抜いた着物だけを射抜いたのであるが万三郎はあっと叫び大げさによろめいてどしんと壁にぶつかりそのまま横さまにずるずると倒れたもちろんいたおしたと思ったのだろう何か叫びながら三人の若侍が入ってきた。 万三郎は苦しそうにうめいた「大丈夫か気をつけろ」そんなことを言いながら3人はこっちへ近寄った彼らの呼吸が聞こえた途端に万三郎が大喝し羽ね置きざまに刀を振った「はっ!」悲鳴を上げて1人が倒れ2人は身を翻して逃げた逃げてゆく2人の後からその2人とすれすれに万三郎も外へ飛び出した「しめた」うまくいった。 まさにうまくいったと思ったが敵の用心深さは念のいったもので木立の間に綱が張ってあった安三郎はその綱に足を取られ見事につんのめって何かの植木の上へダーッと転倒したすぐに羽をきたが途端に後ろからくみつかれたくそそいつを肩越しに投げ横へ飛ぼうとすると今度は木の出につまずいた体勢が崩れ危なく 転ぶのは免れたが周りはぐるっと松明でしかも抜刀と槍が一尺の隙もないほどびっしり取り巻いていたダメらしいなどうやら万三郎はそう怒鳴ったもう諦めるとするか刀を捨てろ向こうから叫んだ万三郎は刀を投げたこの通りだ彼は迷路に 負けと決まれば諦めはいいんだ。しかしその刀は大事にしてくれそれでも阿波田口の弟なんだぜ「第24編『ネズミ』第1章お地図はお手玉をしていた黒江町の堀に面した千塚という料亭のお内緒でそのうちの小さな娘のお民が相手であったお民は八つで。 色は白いが鳥のように体も顔も丸々と肥えている目も眉毛も尻下がりでおちょぼ口が可愛いらしい「私おカメなのよ」というのが口癖である「風流太平記」その第60回第24編「ネズミ」第1章途中まで。